どうも、シャケを取ったお前、シャケトリックマグロです。でですね、皆さん、本来であればね、1週間前に出さなきゃならなければ、カット。どうも、シャケを取ったお前、シャケトリックマグロ、シャケとね、本日じゃないね。はい。どうも、シャケを取ったお前、シャケトリックマグロです。シャケとね、本来であれば1週間前に出さなければならない動画なんですけども、私ね、1、2週間ほどちょっとねお休みをいただければなと思いまして、理由としてはですね、最近ちょっとスケジュールが立て込んでて、動画が毎日更新がすごくね、あたふたしてたと。ちょっと1回ね身辺整理じゃないですけども、こう環境を整えてからまた毎日更新が余裕を持ってできるように1回整えたいなと。いつもギリギリな状態、今むしろね間に合っていなかったので、一回ねちょっと整理させたい。今のところ予定では来週の土曜日から再開予定ですけども、しっかりね、余裕を持ってから再開したいので、時間がないから無理やりもう土曜日にはちょっとやろうじゃなくて、もしかしたらねちゃんと余裕が持てるようになってから再開したいので、来週の土曜日よりもっと遅くなるかもしれません。で、一部の方はもうね気づいてると思いますけどもね、チャンネルアートがねちょっとね、熊のデザインが変わってたりとかね、ちょっといろいろねチャンネル自体もね全部一新したいなっていう気持ちも若干ありますので、今後もっとみんなとね楽しめるような、シャケクマチャンネルを作っていきたいのでよろしくお願いいたします。で、作っていきたい、もっとより良いチャンネルを作っていきたいということで、皆さんに、聞きたいことがあります。今後のシャケクマチャンネルでやってほしいこと、どのようなチャンネルにしてほしいかというのをコメントでください。とりあえず今はね、ゲーム実況1本、ビデオブログを1本、ニコ生でなんかゲーム実況したらそのアーカイブを1本、ニコ生じゃなくても YouTube でもなんかライブやったらそのアーカイブを1本、なかったらあげないんですけども、この3つ目はっていうのをやっているんですけども、例えばね、今日はテストでやってみたんですけども、パズドラのゴッドフェスとモンストの重心祭が同じ日にあったと。でやっぱり旬な情報をお届けしたいので、だったら1日1本って制限の中1個ずつになっちゃうんです。じゃあ今日はじゃあゴッドフェス、明日は重心祭、同じ日に開催したけどもずらしちゃうんですよね。そういうのを俺の中でちょっとなんか違和感を感じてて、毎日更新するのはいいけども必ず1日1本っていう制限をしてるから、どっかで縛りを設けてたっていうのがあって、なので、今後はそのみんなに聞きたいんですけども、この縛りを解除してとりあえず最低1日1本なので、ただし時間も決めずにとりあえず最低1本っていうルールでやっていいのか、それともとりあえず1日最低1本は時間を決めてやってほしいけどもあとは自由にやっていいのか、それとも今まで通り時間を決めて、これとこれをあげるべきなのかっていうのを今考えてて、で、個人的にやっていきたいスタイルはとりあえずもう1日1本は絶対あげるけど もう自由にやると、今日はビデオブログだけとか、今日はゲーム実況だけとか、今日はゲーム実況3本とか、今日はビデオブログが2本とか、もうなんか本当に旬な情報とか自分のあげたいものをあげるというスタンスでやっていこうかなと。今言ったら最低1日1本、時間も決めずに自分のやりたい時、あ今撮ったからじゃああげようみたいな、今時間も縛りもあったから、ゴッドフェス開催が15時だから15時に撮って15時にあげればいいのに、なんと待たなきゃ、今までね19時にゲーム実況投稿だったからなんと無駄に4時間時間が空いたりとか、そういうのもあったんで、もうすぐに撮ってあげられるものがあるならどんどんあげていこうかなっていう、そういう時間の縛りもなくちょっとやっていこうかなっていうのがちょっと自分の中では若干。で、なのでね、皆さんまたぜひぜひいろいろご協力していただければなと思います。で、今後ね、だから皆さんには、こういうスタンスでやってほしいとか、クマさんのやりたいようにやってほしいっていう意見をね、よくいただくんですけども、それはとても嬉しいんですけども、ただ、もちろん自分のやりたいようにやる中で、どうした方がみんなはもっと見やすいのか、どういうのが見たいのかっていうのをやっぱりちょっと参考にしたいんでね、完全に、自分のやりたいようにやるんだったら、俺だけが自分で勝手に満足すればいいだけの動画になっちゃうんで、じゃなくてもっとみんなと歩み寄りたいんでね、みんながどうしたらもっと見やすいのか、どういうのを見たいのかっていうのを聞きたいです。で、逆に言えば、今こういうのを紹介してほしいとか、こういうゲーム実況を見たいですとか、こういうゲームやってほしい、こういうスタイルでやってほしいっていう意見があれば、この動画にいっぱいコメントいただければね、もうこの動画じゃなくてもいいんだけど、他の動画でもね、どんどんいろんな意見をいただければなと思います。
うん、とりあえずね、ゲーム下手とか死ねとかクソとかいうコメントは、ね、すぐねブロックしますんでね、ネットだからってね暴言がありやとは思ってません、まあ、お互い同じ人間なんでね、血の通った人間なんでお互いこう会話のできる真摯な対応で楽しみ方は人それぞれですけども、こっちも人間なんでね自分で楽しんでやってるんで、その気分を害されるとね、そのコメント見る人もやっぱ害しちゃうので、やっぱそういうはつらつなね、他人が傷ついてしまう見て不愉快になるコメントは控えつつ、こうしましょうとかこうねちゃんと会話ができるようなご意見がいただければなと思います。そして、もう一個重要なお知らせがありまして、まあとりあえず2週間以上お休みしてしまうよっていうのと、今後ちょっとスタイルを変えていきたいよっていうのと、3つ目は、まあ、私ね今までいろんなスマホのゲームを紹介してきましたけども、なんとあのヤフーで公式の番組の MC として今ね、番組をね、持っているというか、こうこの前ね動画が上がりましたんで、ヤフーおさわり TV って言ってね、まあいろんなスマホアプリを紹介する番組をやってるんですけど、この前はなめこのね新しい最初のネオっていうのをやったりとか、あとはログレス、剣と魔法のログレスっていうのをやったりとか、あとはねいつも僕やってるモンストとかもやりましたんで、でまたね、今度新しく動画が、アップされると思いますので、皆さんね詳細はね、コメントじゃないや動画の概要に記載されておりますので、そちらをご覧ください。まあね皆さんぜひね、見ていただけると非常に嬉しいです。ほんとねスマホアプリ大好きだし、みんなとねいろんなことやっていきたいんで、まあ、こうやってねちょっとなんか新しいことが始まったら応援してくれると、またいろいろつながっていくと思うんで、皆さんぜひね応援していただけると嬉しいです。でまあ以上の3つのね今回ねお知らせ動画とさせていただきました。まあ、毎日更新をねちゃんと再開するときはちゃんとしたアナウンスをまたやるんですけども、毎日更新はまだ再開しないけども、今日みたいに動画をねポツポツと気分が向いたらまた上げるかもしれないので、それまでちょっとお待ちください。あとねすいません、もう一個だけ、4つ目、今までね Q&A 動画っていうのをやってたんですけど、それが新しくねシャケクマラジオっていう動画になって復活するので、そこでねハッシュタグシャープシャケクマアンダーバーラジオっていうのをつけてなんか質問とかしていただければと思います。そこでイラストとかもねいろいろ、ね、どうしどうし募集してますんで、皆さんよかったらね質問やイラストを送っていただけると嬉しいです。ということでね、本日はこれだけの動画になりますけども、皆さんぜひね今後ともよろしくお願いいたします。最後感じだった、よろしくお願いいたします。ここで見てくれてありがとう。つくまきりたまらんな。動画を見てくれてありがとう。 PC の方は画面のこちらをクリックしてチャンネル登録してください。スマートフォンの方は登録ボタンか動画説明文の中にあるリンクをクリック。これからもシャケクマチャンネルをよろしく。たまらんな。